いやもうブルプロでしか考えれない。最終術ってなんだ。あーもうゴミコーナーいいですこれ。開幕ホットドリンク飲ましてくれないやつはゴミってそれもう昔から言われてるから、普通に8年前から言われてる。こういうの発売した時から。ブルードマザーには、うわー早いわー、もうマジかよ、何やってんだよ。ブルードマザーにはメガテリウムをぶつけろって恐竜がいた時代から言われてるわけ。ブルプロのさ、ランサーのレベリングきつすぎて生じゃのエルデンリングとアークシーズン6全部見たわ。全部一瞬ずつした、まあ、27時間ぐらいあったから見れちゃったわ。早い？早くないか。こっち側から当てるの難しい。やべ、溜まってねえ。ゲージが、あ、いけるか。いけそうだな。早く！やべねえ。いやー、この引っ掛けは運が悪い。だからこいつ見えてないんだよ。見えてないからね、こいつ。さすがに、不運とさせてください。いや、近いなー。もうブレスの時確定時やばいかな。黒の時、もう黒竜不発の時、うわ、あんないんだ、やばいかもこれは。いやーくそ、もうエイムアシスト欲しいわ。当たっててよくない、あれ。そんなだってさ、細かな調整できるゲームじゃないやん、これ。それはもうオートエイムしてほしいわ。いや場所が悪いな。いや近いな。切るんだからよかったものって感じ。オッケーオッケー。いやーいや、わかんねえこれさ。今届かなかったやん1回目なのに、もう2回目にはさ越しちゃうんだってこいつ。どういう判定なの？あれ？ 1 回目でいけた。あれ ?2 回、1回やってたっけ？うわ、あるボタン効くの遅え。これもきちいわ。これもシンプルに3列が悪いんだけど、そうそう。常に。もう具合が悪いんだけど、あるボタン効き始めると遅いのは。どすがりやつの金管、やめた方がいいよ。金管集め、いや、やめたほうがいい。もう、そんな、つらいだけじゃん。ほんとにつらいだけじゃん。と、140極限ディアブロスをそろばせやった方が何か言ってる。ほんとにつらいだけじゃん。かっこブーメラン。いや、リアル勲章あるか。140極限ディア、ソロ立ち討伐者っていう、リアル称号ない、これ。冒険者カードつけるわ。140極限ディアブラス、ソロ立ち、生産ガチガチ討伐者っていう。これリアルの称号つけます。ブルプロの冒険者カードみたいに。おお、来た。いや、これ頭いける。ちょっと攻めたけど。落ちる。うわー、ジャンプ機にならんかった。なんかちょっと先行で俺も見えなかったんだよ。思ったよりちょっと段差が早かった。近いな。これで当たるから。で、このままここで生地。めっちゃ前出てきたな、今。こけるタイミングで。だって今かなりさ、頭から離れた位置だったのにさ、こいつの首まで行っちゃったぞ。落ちるよね、これ。落ちるよね、かっこ圧力。ちょっと待って、外しすぎ。
意味なくしちゃった。落とした。よくないね。うわそれか。これ研げるっていう説ない。ちょっともう手遅れか。これ手遅れでした。そう、すぐやればいけたな。すぐやれば。ちょっとさすがに遠かったわ。まあしょうがない。これはイカク捨てんのマジでもったいない気もするけどな。こうやって貪欲に当てに行きます。これ、まあ、本当は大回転だけ当てに行こう。キジンさんをさ当てようと思って待った結果、このこいつがよくやるサイドステップで大回転避けられましたとかなりそうだもん。うわー、疲労中にケアで落ちちゃった。これどうしよう。これ先行で飛ぶか、移動して戻ってたら嫌だしな。段差が多い。おい、アスレチックしてねえんでねえんだぞ。いやーこれ首だな。大回転だけは頭当たるか。いや近いか。いやーちょっと近いな。近いけど、いや近いな。危な。最近このさ切り下がりからのこの一文字切りあんまやりたくないんだよ。とはいえなくなると困るか。なくなりは言い過ぎか。わあこれ美味しい。全部頭だ。間に合わなーい。間に合うんだよねこれが。間に合わなーい。あぶねー。間に合うんだよねこれが。オッケーオッケー。こんな感じ。こんな感じひたすらもう頭をはめてけっていう。赤だからね痛いでしょ。痛がろう。俺も痛い。俺も心が痛い。そんな柔らかい手をずっと頭で殴り続けるっていう。頭では殴ってみよう。あー痛い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 。そんなにだった。2回ぐらいしか当たらなかった。横からはやっぱ難しいな。いや近いかな。今近い気がしたんだけど、ちょっと壁にずれてきてたもんな、ね、今。これ当たんのか。これもう飛ぶでしょ。 OK、 もう確定だと思っていいですかこれ。うわー見えない分の弊害。あ今頭じゃん。ワンチャン頭かなと思ったけど、いやノートすればよかった普通に。いやー飛ぶか。届かない。うわさすがにちょっと短かったか。確か長際だったら届いてたわ。これ内側ったのが悪い。ちょっと殴れねえな。これ効く。いやーこいつのターン始まったな。これちょっと OKOK。
定とさせていただきますね。もう、こっち飛び上がり。うわぁ。え、俺トイだっけ？トイだか。あ、そうか。疲労と被ったからだ。これどうしようかなぁ。多少大丈夫という、あれで。これ飲まなくていいですか？ホットドリンク。多少いけるでしょ。青落ちして時と一緒に帰りたいんだよな。ホットドリンク飲むんだったら。先方がね。いや、ちょっとこれ今殴ったの良くないな。本来なら多分ダメだったよ。オッケー、頭だよ。うわー、当たってねえな。まあ今なんかこう、うまいことコンボつなげようとしてさ、これ一文字からいっちゃったけど、普通にやめるべきだったな。うわ、逆向きだったか、今の。移動向き。位置むず。落ちるでしょ。うわ、微妙にジャンプ攻撃出られない位置。オッケー、大回転は範囲で。まあ欲を言えば頭が良かったけど、欲を言えばもう死んでほしいけど。痛いだろう。俺も痛えよ。あ、ちょっと待って、最悪。俺も痛え。心が痛え。これは時間を無駄にしてる。心が痛い。うわ、全然当てれんかった。俺一回乗ってるかも、これ。今のもダメってこと。大体二回だもん、最初って。さすがに遠い。落ちる。やっぱ言霊ってあるから。ちょっと待って。俺この角度から、殴るの下手すぎるな。さすがに帰るか。でも頭殴れそうだから殴っちゃう。やばい、調子乗った。うわー、段差が。返して返して返して、平らして。あぶねー。イニシエ調合して、いや、時から入るべきだった。ちょっと時間がもったいない。時間が、怪力飲んでホットも飲まなきゃ。ホットいらんか。だからさ、極限ってさ、でかいのかちっちゃいのか出るくない ?140。意外とさ、向いてるんじゃない。なんか最大金管か最小金管しか出ないぐらいだけど、それあれか。回答級か。ラージャンはマジでそうなんだよ。届きます。あ、やべ。遠いな。先行が入る距離で入るんだな、これが。でもこの意志がある竜巻がこれ向かってきてないか。いや、当たらんか。ちょっとなんか一回めっちゃ頭殴れたけど、まだ微妙かな。殴れてない時間もあったから。これで頭いきたい。よっ、うわ、頭か。これ強いこと。もうちょっと後ろの方に行かなきゃいけなかったな。いや、近いわ。あ、ひるんでくれて解けると。ひるみでさ、竜化圧の段階が解けんのいいな。いやー、危ねえ。今ブレスだったら食らってたぞ。移動に入ってなかったね。そばで、危ねえ。ちょっと待って、来てる。いけるか。ちょ、頭ちっちゃいって美形かよ。いや、これ落ちてるか怪しいな。落ちる、もう落ちるんだな、これが。ちょっと待って、変なとこに出さった。頭壊れた。え、10分死んだよ、まだ。おい、いけるぞ。頭めっちゃ殴ったからね。
まあでも先行残り1個と。いや15分か、まあ、ちょうど15分ぐらいか。ちょっと OK、また鍋置いただけ。パーソルが動かんかった。うわ、ここで疲労もどきが来ていく。ここでうまく頭をもうここに殴れればある。やばい、噛み合ってません。噛み合わない。これ頭ダウンじゃない？じゃない。やばい、じゃないんだな、これが。もうか、ちょっと頼む、頭ひるみしてくれ。ジャンプ攻撃魂の、よし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 。さすがに頭ダウンする。うわっ、行き過ぎちゃった。もうちょっと疲労しろ。届かんだこれ。うわー、ボーナスタイム終了。行かせなかった、あんまり。これ飛ぶでしょ。最後の先行はここで。うおー、こっから黒ならないから。それだけでも普通に殴れるっていうあれはある。なぜなら俺には風圧台があるから。風圧無効台があるから。乗りてえなぁ。もう一回なんかボコボコ殴る時間、やばい！あ、ぶっ、許された許された。ここ大回転いきます。うわぁ、頭じゃねえわ。魂大回転だったのに。危ねえ。で、振り向きに合わせて、ここ。まあ、なんか頭はめっちゃ殴ってるんだよな、確かに。でも体全然殴ってないんだよな、今回。それによって削り足りないとかないだろう。いやー。OK、OK、OK。冷静にね、頭だよね。うわ、コンボが繋がらない。届くな。くそ、飛ばれるのが一番きついな今は。先行ないから。いや、これじゃん。いやー、お前は割と置いてきてくれると信じてるよ。いやー、まあ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 。オッケーオッケーオッケー。乗り行くか。何？落ち着いて回復。こいつの空中での位置が上手すぎる。なんでジャンプ攻撃入んない場所におるの毎回。俺の誘導が下手かも、もしかして。こいつが上手いんじゃなくて俺。ちょっと待って、あ、やばいやばいやばい。こんなことしてる今ないって。乗れない。よし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 、押し切れ押し切れ。ここでちょっとここでタイムヨイズオーバーだけはマジでいかんね。ここは殴らして。くそ、あがくな。ちょ、スタミナない。あっぶね。普通にスタミナ125のせいで積んだかと思った。なんか2段階壊れた。あれ、こいつって頭2段階破壊なの？また手に、よーし！
打ち取ったり。おい、あと2秒しかないぞ。あぶねえ。あと2秒しかない。危なかった。こんなガバガバでいけんのか。一回ひるみはめループみたいになってたもん。